候変動気候危機はもう昨年の IPCC の報告でも出されたようにもう間違いなく人類の影響だということがもう確証されていて、でもうあの私たちも台風とかですね豪雨とか、異常気象とかでもう日々あの実感してますし、でそれがあの、まあ、人類だけではなくて生物多様性とかですね地球全体の生命系にも影響を及ぼすと、まあ、それが、まあ、あの結局人類の、まあ、あるいは子孫の人たちのですね環境にも影響を及ぼすと、でそれがもう本当に、もう待ったなしの状況になるというふうに私も考えています。で同時にあのそれにやっぱり対抗するためにですね、エネルギーを根こそぎ、再生可能エネルギーに変え、そしてエネルギーの消費量を抑えていくと、この2つをもうものすごいスピードでやっていく必要があるというふうに思います。交通機関のその地球温暖化気候変動の影響になっている温室効果ガス、まあ、CO2 はだいたい4分の1程度というふうに言われていますが、まあ、一番大きいのは陸上輸送、車、あるいはトラック、今あの一番スピードアップしてできるのが、自動車の EV 化、電動化で、日本はですね完全にこの、自動車の電動化に今乗り遅れてます。まあ、ヨーロッパ、中国は十数パーセント、昨年、いわゆる電動、まあ、バッテリー自動車もしくはプラグインハイブリッド車でしたし、アメリカが 4% ぐらいで、いずれも今年はほぼ倍増と言われてますが、日本はわずかに 1% と。EV 化そのものについては本当にこれはもう世界中、テスラを世界が追いかけているという状況で、まあ、日本はどっかの記事にありましたがテスラはマラソンでいうと、35キロ地点を走っていて、で、後から追いかける、まあ、フォルクスワーゲンとか他が3キロ地点で、で日本車はまだ、トラックで靴紐を結んでるっていうふうに言ってましたが、まあ、ここからどうやって追いついていくのかっていうのはもう本当に日本企業の、まあ、なんていうか底力というかですね、その最後の、ダッシュのところに期待をしたいと思います。でもちろんその社会全体としては脱炭素に戦う必要があるけれども、今起きている問題は脱炭素はもちろんだけれども、もうあの自動車を中心とするもうあの製造業からその社会が根こそぎ変わろうとしているし変えられようとしていると、多分アメリカではカリフォルニア、あるいはヨーロッパ、そして中国がもう先行して根こそぎ変わって、やはり世界で今何が起きているかということを本当に先入観なく、きちんと見据えて、まあ、それに向かって日本の企業は全速力で動くべきと思います。今電力の分野で太陽光、風力、蓄電池によるその加速度的な普及による電力と産業と経済、社会の、まあ、破壊的変化、それの今初期段階だと思うんですが、それにちょっと遅れて今モビリティの世界も電動化、 EV 化、自動化、それからそのライドシェアが統合される形の、 あのやっぱりディスラプティブチェンジが今起きようとしていて、人々の暮らしとか例えば車はもう買うものではなくてもう単にスマホで呼んで使うようなそういう時代はですねそう遠くなく、本当に数年ぐらいで来る可能性があるんですね。それから、都市計画も全く変わりますので、今の自家用車前提で、ショッピングセンターには車を置くためのカープールがあるというところからですね、本当に今こそこう歩行者中心、自転車中心の、まあ、もうちょっとそれこそ昔言われてたコンパクトシティを作りうるチャンスでもあるんですよね。まあ、僕は一番乗ってるのはですね電動アシスト自転車とプラス電車が一番多いんですけれども、いわゆる車に乗るときは、まあ、自分の、電気自動車と、まあ、ほとんど、まあ、普段はゼロエミッションの移動です。